昨日大槌町に出没したクマは昨夜麻酔で捕獲され、今朝山に放されました。町は麻酔を使った場合の県の規則に従い山に放したと説明しています。大槌町赤浜に出没していたクマは昨日の夕方も付近を徘徊。午後5時過ぎ、猟友会などがクマを側溝の中に追い込みます。そして午後10時過ぎ、現場に獣医が到着し、クマの様子を確認した後、吹き矢で麻酔を打ち込みました。午後11時を回りました。今、麻酔を打たれてぐったりしたクマが引き上げられています。クマは捕獲され、今朝町内の山へ放されたということです。猟友会の方が前もって、クマがあまりこう動き回らないような仕掛けを作ってあそこに置いててくれたので、速やかに麻酔を打つことができましたので、そういう点ではやっぱり事前の、まあ、調査と準備が素晴らしかったと思います。で、視力がだからほとんどないだろうというふうには見えました。すごく高齢のクマでしたので、まあ、山の中で静かに暮らしてもらえればいいなと。町は一時殺処分を検討しましたが、住宅密集地で銃が使えず麻酔での捕獲に切り替えました。この上で麻酔を使った場合は放獣を原則とする県の規則にのっとったとしています。